おお、奇遇やな兄ちゃん。うちはただご飯食べてるだけやで。あ、おちゃん、この野菜の煮物も頼むわ。当然や、食べ物残したら罰当たりで済まへんで。で、兄ちゃんはどうした？ご飯食べに来たんか？そうなん？でもまだお昼食べてへんのやろ。せっかくやし兄ちゃんも食べてき食べてき。今日初めて入った店なんやけど、結構気に入ったわ。東京にもええ店あるんやな。おっちゃん、料理じゃんじゃん持ってきてや。うちは色気よりも食いけってな。昔からあちこちの名物を食べとったんよ。気づいたらたくさん食べれるようになっとったわ。それより兄ちゃん、蜜剣使いたるもの、蜜剣よりも食べれないようじゃあかんで。せや、食いっぷりでか弱い女子に負けたら男が廃るっちゅうもんやろ。そこでや、どっちがたくさん食べれるか勝負せえへん？もちろん残すのだけはご法度やで。普段は同じもん頼まんようにしとるんやけど、思わず心情揺らぎそうや。ほんま大したもんやで。お、兄ちゃんも本気になったんかいな。うちはのんびり食べるから焦らんでええで。この店の品は一通り食べきったな。どれも美味しゅうて、今度来た時に頼むもんに悩みそうやわ。なあ、兄ちゃんもそう思うやろ？ひーふーみーよー。おおほう、兄ちゃんも結構食べたんやな。うちは信心深いんよ。せやから食べ物への感謝の祈りがうちの胃袋を無限に拡張するっちゅうわけやな。なんや兄ちゃん、ツッコミにキレが足らんで。ま、解消は見せてもらったわ。この量、努力しようってとこやな。お勘定。ご飯美味しかったわ。おおきに。とっと、そうだ兄ちゃん、副司令からうちら宛に指令が届いたの知っとる？それそれ、使徒遠出になるから戻ったら支度始めといてな。だけ汗我慢して食べとんねん。動けんならうちがおぶって言ったろか。ならいいけど、食べ物は味わって食べなあかんよ。